こんにちは、工具屋てっちゃんことファクトリーや大支店店長の澤山です。今日はですね、こちらクリペックスさんのプライヤーですね、これ紹介します。これですね、なぜ紹介するかと言いますと、このプライヤーですね、釣りをする方にちょっと人気なんですね。ベントノーズになってます。これで魚のね、についた針を取るんですけども、ここがですね、ツバがついてます。濡れた手で、握った時にですね、前にこう滑らないようにね、ツバがついてます。本来これね、こう1000ボルトって書いてあります。これね、絶縁用のプライヤーなんですね。もちろんね、絶縁でもこう手が前に滑らないように、まあそのためのツバなんですけども、釣りをするときに、釣り針を外すときにもこれがね、滑らないのでいいということなんでしょうね。でもね、このね、つかみ面なんですけど、このつかみ面ね、これマイナスじゃなくて、ごめんなさい、横溝なんですね。アップがこんな感じ、こんな感じの溝なんです。で、僕これもどうかなと思うんですけど、これ同じクリペックスなんですけども、これね、溝がですね、ここの溝をね、こんな感じであやめになってるんです。このあやめの方がですね、こういう動きとかね、こういう動きにもね、いいと思うんです。魚についた針をね、取るのにこういうグリ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 やるのにね、いいんじゃないかなと思うんです。で、ここね、これに比べるとツバがついてないんで、まあこれに比べるとね、ストッパーの役目はないかもしれないですけど、ちょっとね、気持ち小さいツバがついてますので、滑りにくくはなってると思います。まあデザインの好みもあります。これでね、問題なく釣り針が取れてればいいと思いますけど、こんなあやめのプライヤーもありますのでご紹介しました。よかったらこちらも試してみてはいかがでしょうか。